10キロ痩せた私が作る5分で作れるふわとろ簡単グルテンフリーな豆腐ピザ。今回は皆さんからリクエストの多い豆腐を使ったレシピです。この動画だと私豆腐を間違えて水切りしてるんですけど、水切りは不要です。生地をふわふわにしたくて卵入れてますが、もちもちっとした方がいいなっていう方は卵なしがおすすめです。下の生地が焼けたらお好みの具材を乗せて、あとは蓋して火が通るまで焼いたら完成です。本当にふわとろで美味しいので、ぜひ皆さんお好みの具材を乗せて作ってみてください。感想お待ちしてます。